夏バテだるさ、食欲不振、下痢などの不調の原因になります。ここつまんで痛かった人は足首周りの筋膜がガチガチに固まっていて足首が正常に動いてないっていう証拠になります。足首が正常に動いてないと足先まで血流がうまくいかなくて足全体的に老廃物が溜まってしまうんです。また夏バテエアコンつけますよね。足元の冷えも相まって夏バテだるさ、食欲不振、消化器系の働きも悪くなるため下痢などの原因になってしまうんです。でも大丈夫、今回の方法たった1回やってもらうだけで足首がびっくりするほどスムーズに動いて血流の流れアップ、老廃物の代謝促進、筋肉が正しく動いて代謝アップ、これらの効果をたった1回で出すことができますのでぜひ一緒にやっていきましょう。はい、そしたら簡単なチェック方法を行っていきます。今回は床に座った状態でやっていくんですけど、こんな感じで皆さん座ることできますか？後ろに倒れちゃう人、足首が固まってうまく曲がらない人、今のこの状態を覚えててください。やった後はこんな感じで座れるし、足首の詰まり感も一発で取れます。はい、そしたら体育座りをした状態でまず最初足がこうやって曲がってシワができる部分、ここを両手指4本を使ってこんな感じで擦ります。擦るだけです。これだけでも筋膜が柔らかくなるので一緒にやっていきましょう。よーいスタート。はい、こんな感じで昔おじいちゃんとかがやってた乾布摩擦ってあるじゃないですか。あんな感じ、もう手のひらでこの今擦ってる部分を温めようねっていう感じの気持ちで擦ってください。はい、なのでもう摩擦を加える感じですね。はい、これはね痛いとかそういうのね何も感じないと思います。はい、あったかいなーって感じれればすごいいいと思うのでしっかり擦って乾布摩擦していきましょう。はい、全体的にねこんな感じで曲がってシワができる部分をしっかり擦っていきます。はい、 OK でーす。次からちょっとだけ痛いかもしれません。足首が硬い人ってこの前側にある筋膜ガチガチに固まってるんですよ。今度は親指と人差し指で先ほど擦った部分を軽くでいいのでちょん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 ってつまんでください。はい、ではいきます。よーいスタート。はい、こんな感じで先ほど擦った部分をちょんちょんってねつまんでください。思いっきりこうつねり上げるっていうよりは本当ねこう皮膚を持ち上げるような感じで大丈夫です。はい、足首のねさっき擦った前ちょっと外グループし寄りにもずらしてここちょっとねこっち側もやってくださいね。はい、これ痛かった人コメントください。はい、ここねつまんでこのぐらいの強さでつまんで痛いって人は結構重症です。はい、今度ねちょっと内グループし寄りもつまんでください。はい、ちょんちょんちょんとつまみます。ではねちょっと内くるぶしで僕もちょっと痛いかな。はい、内くるぶし固まりやすいんですよ。はい、しっかりつまみましょう。はい、いいですよ。はい、たった2つやっただけなんですけどちょっとやってみて、もうすでに足首めちゃくちゃ柔らくなってませんか？まだまだ変わって自律神経も一気に整えていきましょう。はい、今度は片足ずつやっていくんですけど、あぐらをかいた状態で反対側の足を膝から外にこんな感じで出してください。この体勢が辛い方は椅子などに座ってこんな感じで足首を乗っけてもらっても構いません。この状態作ったら内くるぶしと外くるぶし、はい、皆さん出っ張ってる部分分かりますか？ちょうどここの指1本分下の部分に親指と中指と薬指、こんな感じですね。内くるぶしと外くるぶしの下にグッと当ててください。こんな感じです。そしたら反対側の手で足先を持っていただいて大きく回していきます。この時にポイント、回す時にしっかり指3本はグッと刺激を与えてください。はい、ではいきます。よーいスタート。はい、グッと挟んでいただいて足先を持って大きく回していきます。痛い はい、でもね痛いってことは硬いってことなんです。はい、僕も硬いです。で、この反対側回します。できる限りね足先を持って大きく円を描くように回してください。はい、刺激はちゃんと忘れずに。はい、でもこれね終わった後びっくりする、歩くのも楽、もうね生活する、こう足を使って生活することも全て楽になります。まあ硬かったんだなっていうのをね実感することができます。頑張りましょう。はい、いいですよ。はい、続けて反対もいきます。よーいスタート。
はい、グッと挟んだ状態で大きく回します。皆さんこれ右足左足どっちの方が回しづらいとかどっちの方が痛いとかってありました？これね、足首って本当に重要な場所で、この硬い方の例えば左足首が硬かったら左腰が痛かったりね、結構ね関連することあるんですよ。まあ、それぐらい足首、また反対側にします、また足ばし、はい、それぐらいね足首の硬さっていろんな体の不調の原因になるので、しっかり回してね足首柔らかくしていきましょう。はい、大きく回します。はい、いいでしょう。はい、今ね足首すごい柔らかくなったんですけど、この柔らかい状態をキープしたいので足首の関節を正しい位置に矯正して最後おしまいにします。足首って中に虚骨っていう骨が入っていて、この虚骨がねずれると体のバランスもずれやすかったり自律神経の乱れも出やすいと言われています。足首を曲げた時にこのシワのできる部分、ここに中指と人差し指で足首のこの曲がる場所をグーッと押していきます。ただ押すだけだと矯正できない骨で、じゃどうやって押すかっていうと、体をグーッと前に、膝を前にグーッと出していった時にこの2本の指でこの先ほどのシワができた部分を押していきます。ちょっと横から見せます。はい、こんな感じで2本の指をシワの前に当てていただいて、体をグーッと前に倒しながらこの時に2本の指でギュッと押していきます。ギュッ、押すタイミングこんな感じです。指でグッ、はい、ではいきます。よーい、スタート。グッグッ、体を前に体重かけた時にギュッと押します。はい、ギュッ、この運動はねちょっと短めに行っていきます。ギュッギュッギュッ、はい、オッケー。今度反対側横からやっていきます。よーい、スタート。ギュッ、体を前に出していく時にギュッと押していきます。胸骨の矯正です。はい、体を前にけた、前に体重かけた時にこうアシストして入れる感じですね。ギュッ、はい、最後もう一回ギュッ、はい、 OK です。お疲れ様でした。そしたらチェック方法やっていきます。最初体後ろに行きそうだった人、これギリギリしか座れなかった人、足首の前が詰まってなかなかこの深くまで座れなかった人、めちゃくちゃ座りやすくないですか？今この状態ができてるってことは、歩いたりとか視線にしてても足首がすごく柔らかい状態なので、老廃物、血流の流れがめちゃくちゃ良くなります。今まで原因がわからなかった夏バテだったり体のだるさ、食欲不振などが改善することできます。今回の方法って続けてもらうことで代謝も上がるし、足から体のバランスも整っちゃう方法なので、1日1回を2週間続けてもらうと根本的に体質改善までできるので、ぜひ続けてやってみてください。足首柔らくなったよ、効果感じたよって方はぜひコメントもください。最後までご視聴ありがとうございました。